ジョットの首郎、ジョットの首郎は、フィレンツェのサンタマリアデルフヨーレ大聖堂の脇に、立っている高さ約84メートルの首郎である。大聖堂と同じく、赤、白、緑の大遺跡で作られている、ゴシック様式の建築。大聖堂の建設にあたって、1334年に、交渉頭に任命された、ジョット・ディ・ボンドーネは、アルノルフォ・ディ・カンビオの構想に合った首郎の計画に、 宣伝し、すぐに、その建築を開始した。しかし、ジョットは、規定部分の建築が済んだ時点で死去し、以後は、弟子のアンドレア・ピサーの、1350年以降は、聖堂の建築を指揮していたフランチェスコ・タレンティが、引き継いでいる。聖堂よりも100年も早い1387年に、塔は完成したが、当初計画された、塔長部の戦闘は作られなかった。 造眼や彫刻で飾られた規定部分はジョットの構造によるもので56枚のレリーフと16体の彫刻で飾られどことなくアルノルフォディカンビオによる装飾を想起させる2階部分はピサーのさらに上の3つの膝端はタレンピの式によるもので上部に行くに従って各層の大きさが増大するようになっているタレンピの式した層には 装飾的な意味しか持たないハフとねじれ柱を備えたランセット窓が取り付けられている。これらは明らかにその様式が異なるが、全体としての調和は損なわれていない。主老外壁の装飾はほとんどレプリカである。オリジナルは大聖堂付属美術館に収蔵されている。1月1日、復活祭の日曜日、12月24.25日。 以外であれば、6ユーロで塔の屋根部分まで登ることができる。階段は414段あり、入り口には、心臓に、障害のある方は登らないようにといった注意書きがある。登る途中で落書きをする人が多く、バーチャルに落書きする、タブレット端末を設置している。ありがとうございます。